はい、帰ってきました。飲み会行ってきましたよ。ああ、疲れたね。まあ、ほとんど成果を得られることはできなかったね。得たことと言ったら一つ、お酒飲んだんですよ。ビールジョッキ一杯で、その飲み会終わって、その後スーパーに買い物行ったんですよね。で、その間に今日の飲み会の出来事とか自分なりに反省してて、まあ振り返りみたいな、頭の中でね、いろいろ考え事してたんですよね。で、セルフレジ使ってたもん。バーコード通さないで袋に物入れてんの。完全にね、頭アホになってんだよね。お先、ビール、ジョッキ一杯で、俺は、そういう状態になる人間なんだな、みたいな。考え、ずっと、頭を使っちゃうから、ない頭をね、キャパオーバーなんだろうね。シンプルに自分のアホさに気づきましたね。それぐらいかな、得られたことって言ったら。飲み会でじゃねえじゃんって話なんだけど、うん、やっぱ人数は9人確か、9人で僕含めてね、やっぱ4人以上、まあ、僕の感覚的には3人以上かな。いやだけど4人がギリギリかな、いるとやっぱね、話さない話す人と話さない人のがやっぱバラバラになっちゃってさ、みんなが楽しめるっていう感じじゃなくなってんだよな。空気読んでるだけみたいな。遠慮しちゃうんだよな。あと話題を振りづらいっていうか、みんなに、みんなまんべんなく話せれば楽しいのに、みんなね、そうならないんだよね。なかなか9人とかってなってくると、よっぽどね、うまいファシリテーターとかがいればそうでもないんだけど、そんなのいないからさ、難しいよなって。まあこのメンバーでの飲みはもう俺は行かないね。個人個人だったら誘ってもらえれば行くかもしれないよ。そりゃ嫌いな人とか俺はいないんでね、基本ね。だから誘ってもらえれば、個人個人で、そのまあ多くて 3,4 人だね、うん、だったら行くかもしれない。そうじゃないんだったらもう行かないかな。コスパが悪いね。大体2時間ぐらいだったんだけど、コスパが悪い。いやー、コスパで考えんなっていう人もいるかもしれないけど、タイパで考えんなっていう人もいるかもしれないけど、まあ、常に全力出したいんでね。まあ僕に落ち度がなかったのかって言ってあるよ、いろいろあるんだけどね。難しいっすね。いや、自分の落ち度だらけなんなら、次はそういう失敗をなくすために、行かないっていうね、選択肢を取っていこうかなと思いました。やっぱむずいんだろうね、圧倒的にそういう状況下で楽しむっていうのが。はい、そんな感じです。以上です。まあ誘ってくれてありがとうございましたって感じですね。もう経験にはなったよ、うん、成功した経験っていうよりも失敗した経験なのかもしれないけど、誰も悪くないんだよ、誰も悪くない。
悪いっていうのがあるんだとしたらみんな悪いし、まあ、どっちかっていうと今回は俺が悪いかな、うん、はい、以上です。切ります。じゃあバーイ。